天台庵天台庵は、岡山県加賀郡吉備中央町吉川にある茶室、及び庭園である。吉川八幡宮の西側にあり、当地出身の作庭家、重森美玲が設計した。吉川公民館の敷地内にある、重森美玲記念館に隣接する。この茶室は三霊が最初に手掛けた作品で、元来は三霊の成果にあったものを当地に移築した。大正2年に設計。 翌、大正三年父親の建築により完成。4畳半の茶室と3畳の水屋からなる。昭和44年に三霊が指揮し、現在地に移築された。庭はコンクリートで作られており草木はほとんどない。人を常駐させ草木や苔の維持管理をすることは不可能との理由から三霊自身がこのような庭を設計した。移築に際しては、 京都から職人を呼び工事を行った。隣接する、八幡宮にちなんで、八幡神は綿タみであるとの解釈から、セメントに色粉を混ぜ2色のコントラストにより貝と波をイメージして作成されている。竹垣は八幡の文字をデザインしたものである。つくばいは鎌倉時代のものを使用し、飛び石には京都の倉前石を使用している。平成11年2月17日。 国の登録有形文化財となった。現地案内板には、一気一層もないとあるが、実際は、つくばいの周辺にわずかに草木が植えられている。ありがとうございます。